どうす、タッチャンネルのタツです。そうです。はい、ということでテニフォンショッキング第3弾ということで、はい、引き続き福田空選手に出演いただきました。お願いします。お願いします。今回は挫折についていろいろ多分経験があると思うんですけど。ありますよ、もちろん。まあ、プロでね、やっぱ活動してるといろんな経験あるじゃないですか。やっぱりもちろんありますね、やっぱり、ね、その中での、まあ、選手としての挫折だったりとか、あとは、まあ、ちょっとそのテニス通して、はい、うん、挫折の経験とかをちょっと聞かせてもらえばと思うんですけど、はい、大丈夫そうですか？大丈夫です。全然大丈夫ですか？メンタル的に余裕です。メンタルクソ強いですね、多分これ。いやいやいや。じゃあちょっといろいろ質問させていただきます。はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあ早速一つ目の質問なんですけど、はい、今までの一番の挫折経験ってどんな感じでした？人生で2個あるんですよ。一番が2個もあるんですか？1番が2個出ちゃって。今まででまず1個目は膝手術しましたし、それで1年間で肘も怪我して疲労骨折とアタッキーっていうのをしちゃって、合計する2年ぐらいはできなくて、でカムバックしてもう一回選手生活をもう一回頑張ろうって思って、矢先に結構調子がまた良くて、時に膝をまた怪我しちゃって、あ、連チャンできちゃったんですね。そうですね。それはもう本当に落ち込みっていうか、メンタル的にやっぱすごい来ましたね。うん、そうですよね。うん、であともう一個が試合で8週間試合行った時に全部1回戦負けしたんですよ。ついですね、負け続きって。半分4週目ぐらいで1回戦負けした時にもう慣れすぎて、うん、自信もないもちろんないですし、はい、いろんな悪いことを考えちゃう。プレッシャーだったり、もちろんこう勝てない、やっぱ応援してくださる方々に対してずっと1回戦負けでうわって思いますし、この2個は一番人生で一番メンタルにきましたね。はいはい、試合の期間もそうですし、はい、怪我とかになってくるとぶっちゃけちょっとやっぱ収入の面にも入ってくるじゃないですか。やっぱプロの選手なんで、いろいろそこの賞金だったりがメインになってくると思うんですけど、勝てないとゼロですからね。ついですよね。それはメンタルきますよね。はい、なんかじゃあそういうメンタル的にちょっときつい部分の時の切り替えなくちゃいけないじゃないですか。そうですね、ずっとやっぱ落ち込んでてもしょうがないと思うんで、その切り替えるなんか福田空選手の自分の中での切り替えた方っていうのをちょっとなんか教えてもらえばと思うんですけど。でも怪我した時は落ち込んで、もちろんテニスができない状況、はい、で戻ってももう一回怪我しちゃうんじゃないかとか、はい、戻っても勝てるのかっていう不安に毎日すごい落ち込んでた時があったんですけど、そこは自分がもうテニスできない、じゃあちょっとでも仕方ないっても切り替えて、逆に今までできなかったこと、例えば自分の体がなんで怪我したのかとか、ちょっと見つめ直す時間にしようっていう、そっちの方に切り替えて、例えば遠征ずっと行って練習トレーニング毎日してたらゲームもできないじゃないですか。もちろん。で、見たかったアニメとかを、まあ、毎日見えるわけですよ、うん、っていう方に一回テニスを置いたっていうか、一、はいはい、回もできない、だからテニスは一回忘れようと思って、自分がしたいことをやる方に頭を切り替えて、一回ちょっとテニスのことは忘れましたね。じゃあなんかもうちょっと自分の趣味にちょっと切り替えて、ね、まあ、リフレッシュじゃないですけど、そうですね、やっぱそっちの方がめちゃめちゃやっぱテニスしたいっていう思いがすごい強くなってきて、っていうのも多分一回忘れたから、自分でこういろんなことやって、やっぱり自分がテニスは好きなんだなと思いましたし、だからもう一回頑張ろうって思えるきっかけにもなると思いますので、僕はそういう切り替え方をしましたね。あんまり詰め込みすぎも良くないってことですよね。そうですね、やっぱ詰め込みすぎちゃうと周りが見えなくなっちゃうので、やっぱり自分の体のガタが来てたところをやっぱり練習しなきゃいけない、試合で勝たなきゃいけないって思いすぎちゃって見えてなかった部分だったので、はい、そこをもうちょっと自分のことを客観視できるようにしていくのもすごい大事だなっていう勉強になりましたね。めちゃくちゃいい経験しましたね。いやいやいや、そんなことないですけど、まだこれからですね。ちょっと最後になるんですけど、今実際にちょっとそうやって伸び悩んでるとか、うん、勝てなくてちょっともうテニスやめたいなって思ってる方もいると思うので、その方に向けてなんか一言メッセージ、応援メッセージをいただければと思うんですけど、嬉しいですか？僕もずっと勝てなかったり結果出なかって、もちろん同い年の選手たち
より下の子たち上の人たちもどんどん強くなって僕だけ勝てない時期っていうのもあったんですけど、でもそこを自分で考えていろいろ悩んで、で練習をちゃんとして努力してれば必ず結果が出てくると思うので、僕も同じ気持ちにももちろんなったことももちろんありますし、未だにその気持ちは忘れてないので、絶対に自分が勝ってやるっていう強い意志を持ってやっていけば絶対大丈夫なので、一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃいいメッセージを、いやいやいや、多分皆さん響いてると思うんで、はい、響いてくれてるといいんですよ、ね、いや絶対いますって。でもその、ね、きっかけが絶対だって、僕もやっぱずっと勝ち続けてる選手なんて絶対いないと思うんですよ。やっぱみんな悩むことがあって、うん、でもそれをテニスコート上では見せてないだけで、はい、テニスコートが離れるとやっぱめっちゃ悩む、僕だって悩みますし、絶対選手はそれぞれあるので、まあ、自分だけじゃないっていう、うん、ふうに思っているとちょっと心の強みにもなるかなと思います、はい、うん、この、ね、メッセージをきっかけに立ち直れるように皆さんもぜひ頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで今回は挫折についてちょっとね重い雰囲気になっちゃった部分もあると思うんですけど、ただ最後にめちゃくちゃいいメッセージいただいたので、ぜひ皆さんも参考に、もうむしろ実行してください。実行してもうね今の現状を変えられるように頑張ってください。頑張りましょう。ということで引き続き最後になるんですけど、はい、一番最後オフの日の過ごし方をちょっとね聞いていこうかと思うので、次回どんなオフの過ごし方してるのか、はい、ちょっとお楽しみにしてもらえればと思います。お願いします。今回もありがとうございました。ありがとうございました。